賞はゼッケンイエロー大村直選手です。ありがとうございます。今日の勝因と皆さんに一言。最初に選び取れたのが良かったと思います。応援してくださった方ありがとうございました。アンダーシックスティーンカデット優勝はゼッケンイエロー松下亮太選手。調子良かったですね。はい、初優勝ですか。初です。では今日の大会振り返って一言で応援してくれたみんなとか、感想をお願いします。応援ありがとうございます。また次も頑張るんでよろしくお願いします。今日はずっと逆転ばっかで負けなのですごく優勝したかったですけど、今回応援してくださった方々本当にありがとうございます。初ファイナル優勝したかったね。はい、優勝したかったです。今日一日振り返って去年昨日の予選も振り返って感想を。感想は波がちょっと小さくて最初はドキドキしてたけどちゃんとファイナルまで来たんで良かったです。ファイナルはちょっと波とか乗れなくて悔しかったです。オーシャンダースティンネージランページアンダー20ジュニア優勝はゼッケンイエロー大橋海人選手。まずは、親スポンサーの方々、応援してくださった応援してくれた人たちに感謝したいです。ありがとうございます。一発目からだいぶねいいサーフィンが飛び出ましたが。そうですね、たまたまいい波乗れたんで俺の好きな波だったんで良かったですね。やっぱり普段湘南で大潮が多い中今日のコンディション意外と得意な方で。そうですね、いつもあんな感じでやってるんで結構得意だったですね。さあ、5戦でですね日本の代表選手を決める第1戦見事制しました。残り4戦に向けての抱負と、意気込みをちょっと一言お願いします。他の試合も全部、トップ狙っていって、世界戦でいい成績残したいと思っているので皆さんもよろしくお願いします。はい、おめでとうございました。今日は少し波がぐしゃぐしゃしてて乗りにくかったんですけど、でもまあ強い強豪の選手がいる中で2位になれたことは嬉しいです。わー、カデットでファイナル行けないでこっちでファイナル行けて、まあ、ファイナル行けただけで、まあ、嬉しいっていう感じです。もうやられたって感じですけど、まあ、全然悔いはないです。はい、もうみんな頑張ってたんで、もう一番自分も二十歳なんで、まあ、若い子が頑張ってくれてて、まあ、みんなでファイナル楽しくできたのが楽しかったです。なんか去年よりかもなんか、サーフィンとかも安定してて、いい波乗れば絶対国内で行けると思ってるんで、それでいい波乗ったんでよかったです。ジュニアで、ジュニアの時の目標はワールドジュニアで優勝することなんで、やっぱりそれに向けてサーフィンもどんどん上手くしたいし、試合でも勝っていきたいです。わかりました。これからも期待してるんで。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。